おはようございます。フォルテです。じゃんじゃん。何かわかりますか？これはね、2019年9月の11日から届いてたものです。これはもう1ヶ月以上前ぐらいから届いてたものなんですけども、開封してみたいなと思いまっちょ。何かというと、自動で僕が足を踏むだけで踏めくりをしてくれるっていうペダルになります。マッスルパワーで開けまっちょ。マッスルパワー。じゃんじゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。じゃーん。なんかブルーターンってやつですかね。早速開けていきたいなと思いまっちょ。これはいくらだったかな、ちょっと忘れちゃいました。Amazon の方ちょっと貼っとくんで見てください。本当に足でめくれるんかな。ピッて足を押すだけでめくれるっていうのを聞いたんだけど、ピアニストの指令とかにいろいろ聞いて、これがいいよって一番いろんな方から聞いて選んだんだけど、本当にこれが使いやすいのか、早速このフォルテさんが使ってみたいなと思いまっちゃ。よっしゃ、開かない。やっぱピアニストあるある、こういう時のこのテープがその爪短く切りすぎて開けれなくなっちゃう、あるあるですね。開かない、ほんまに開かない。開きました。じゃん、あ、よいしょ。さあ、大きさはいかに、うん、説明書が入ってます。はい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 。基本英語ですね。何書いてるかわかりません。あ、これもしかして充電がいるん、聞いてなかったんやけど。なるほどなるほど、こんな感じで説明書が書いてます。ちょっとやってみましょうか。早速開けて、おーおーおー、大きさはこのぐらいです。見えますか。で、お、ありがたいことに電池も入ってました。これ単2電池っていうか単1かわからないですけど、単3ではないです。では早速入れてみたいなと思いまっちゃ。はい、できました。で、充電を入れると、おお、こうでね、なんかなりました。では早速 iPad とくっつけてみたいと思います。 Bluetooth オン。あ、出た出た出た、すぐくっつくんかな。これベアリング接続済み。お、これでもめくれるんかな。じゃあ例えばこれがめくりたいなと思って、今つなげれたので、こっちのボタンを押すと、おお、めくれためくれためくれた。ちょっと引いてみますね。ほんなら、では早速準備ができました。ここぐらいかな。で、こちらの足でめくる、お、めくれた。で、こっちで戻る。おお、難しいですね。ちょっと引いてみますね。じゃあ逆にたくさんめくらないといけない縦の状態にしてめくってみます。なるほどなるほど。これどうしたん？え、ここら辺にセットして、いや、届かん。ここら辺にセットして、うわ、これ難しいぞ、思ったよりも。これ全然うまく弾けねん。もうちょっと簡単な曲やってみよう。あー、めくりすぎた。これは想像以上に難しいぞ。これは結構無理だね。もう一回言おう。もう簡単な曲でさえ足がトラブってからパニックになってしまう。難しいぞ。じゃあたくさんめくらんといけん早い曲とかやったら、
もう英雄ポロネーズのオクターブでガンガン弾くところをで弾けるのかやってみますね。あれ？どうしよう。なかなか意識ができん。もう一回行こう。これ想像以上に苦戦するかもな。あ、これもしかしたらなかなか演奏会に出番になることはないかもしれんな。結構頑張ってやらんといけんな。練習したら多分相当うまく使えるんやるけど、意識がなかなかいかん。エレクトーンの人とかやったら結構すぐいけるかもしれんけど、なかなかこうやってすぐポンポンこうやって足を動かすっていう習慣がないけん、まあ、難しいわ、思ったよりも。こう練習してますね。これをこうして、はい、めくる。はい、戻る。間違えた。めくりすぎた、戻る。はい、めくりすぎた。もぐ、めで、あ、あれ？何言ってるか分からん。結構難しい。で、なんか、英雄ポルネーズとかやったら、足のリズム、パーン、パパ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 パ、こうやって足でね、拍をちょっと取ってしまった時に、あ、めくりすぎたってなってしまうんですよ。これは結構危ないかもしれんな。これ、この拍、ちゃ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 。全然ミスしたことないところでミスってしまう。そうそう。あれ、足が挟まった。足が挟まっちゃった。これもうやべ、こうなるな。こんな感じになってしまうから。これここら辺にセットせんといけんけど、話しすぎたら届かんくなるから、うわこれ結構で、そのな、僕の友達のピアニストはこれを演奏会で使ってるそうなんで、慣れたらかなりやりやすいけど最初は手こずるかもって言ってたんで、ちょっとね、僕も練習せんといけんな。これもう盛り上がったらもう飛ばして忘れてしまうもんな。これは練習が必要だと分かりましたね。でこれの食感なんですけど、すぐ反応されます。比較的ピュッて押したらすぐされるんですけど、本当にね、ちょっと硬いんですけど、ピュッて先っちょとか踏んだらもう反応されます。でも結構硬いので、反応はかなりいいんですけど、結構硬いのでしっかり押さんといけません。ピュッて、でこれが足でできるかって言ったら、多分演奏とかしとったら多分もう忘れてしまうから、これかなり練習をしないといけないけど、お家とかで練習するときに、まあこういうタブレットとかで練習してる人とかで、まあなんか練習するときにこうでね、手をこうでピッてやるのがめんどくさい人だったら結構いいかもしれません。家でサクッとボタンを押すだけですぐめくれるので、まあこの手間が省けるんでやりやすいです。で、おそらく、まあこれまだ一回初めて足というイメージを使ったんですけど、慣れたら多分すぐできるようになるんではないかなと思います。だってさ、ピアノの初心者の方でもペダルの使うときってさ、慣れたらすぐできるようになったりとかする方が多分多いと思うんですよ。1年とか使ってたらね。だけど、まあ1年ぐらい使ってみてどんな感じになるのか、ちょっとね、実践しながら演奏会とかでこれが発動できるのかとか、ちょっとね、いろいろ僕も挑戦しながら、このやつを使っていきたいなと思います。まあそのね、僕の友達のピアニストはこれ以外の足のペダルとかもな、10個くらい全部揃えた上で一番良かったのがこれって言ってました。だから僕は今回それを買ったんですけども、多分そこまで高くなかったと思うんですよ。もう1ヶ月以上の前のものなので多分値段忘れてしまったんですけど、まあ普通に その音楽とかをやっていく上ではまあ必要になってくるものだったので、まあ例えばそれこそなんか30層とかバイオリンとかとチェロの人とかとやるってなったら結構絶対踏めくりって必要になってくるんですけど、まあこれをね、うまく使えば踏めくりの人をその呼ぶことなく僕自分だけでやることができるのでいいかなと思います。でもなんかその友達のピアニスト曰くこんなことを言ってました。これ連弾でこれを使ったらしいんですよ。で、間違えてこっちをピッピッピッと押しちゃったらしくて、やべえ、戻らんといけんって思って、その相方の人がまたピッピッピッと押して、そしたらまた戻りすぎて、やべえ、そのもう一人の人もやべえと思って、また押したらもうぐちゃぐちゃになってから、もう大変ね、ページがぐちゃぐちゃになってから、もう途中、もう意味わからん場所まで
楽譜が飛んだっていう事故があったそうです。まあ気をつけてやってみるとかなり使いやすいものになるんではないかなと思うので、まあ僕がまだちょっとしか使ってないので何とも言えないんですけども、ぜひ実践してみてどんな感じなのか、まあみんなのその何みんなの中でも使っていけるのかっていうのを判断してもらえたらなと思ってまっちょ。まあこれはもう僕の一つの意見ですので、まあそこまで気にせずに、はい、もう使ってみてください。まあタブレットの楽譜っていうのはかなり僕はね、かなりその買ってみてよかったなと思っているので、まあこれが次が使えるようになったらいいなと思っているので、どんどん便利化が進んでますけども、僕も頑張ってねついていこうと思いますので、皆さん今後とも僕にね少しでもついてきてくださればありがたいです。まあ僕はね結構これからも頑張っていこうと思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではバイバイ。グッドボスってなんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。